私は虫けらにも満たない下船の輩。これは問題が間違っています。登場人物の心情を答えろだなんて、科学でも解明されていない脳の全構造を解けと言っているようなもの。私は星に関わっていきたい。そのためには理系の試験を通らなきゃダメなんだよね。だからどうやら私は確率や計算だけでは答えの導き出せないもの。対戦ゲームなど人の感情が関与するものが苦手なようで。成り行きが誰にでも一生懸命なのは知ってる。だったらせめて一番私に一生懸命にさせてやるんだから。奴らの教育係、思った以上にハードル高い。仲間のために、勝利のために、強くなるために、俺たちは進み続ける。熱き高校球児たちの甲子園をかけた戦いがまた幕を開ける。新番組ダイヤのエースアクト2、4月2日火曜夕方5時55分から放送開始。目指せ全国制覇。はあ、結局終電か。こんな生活続けてたらそのうち倒れるかもな。すいません、間違えました。なんで？わらわの名は千子、800年の時を生きる紳士の狐じゃ。近所の子か。でもこの状況って傍から見たら。耳触らせてもらえるんですか？お主少しは加減を。誰かと一緒にご飯を食べて。どうじゃ、うまいか。うるさい。シロの頭を撫でさせてあげるよ。ここがエデンか。この世界はつながりにあふれている。でもそのつながりは簡単に消えてしまう。マミ、僕の人生には3つのルールがある。他には何もいらない。ブッソ行くぞ。俺もお前も大して変わらない。俺たちにはちょっとやそっとじゃ切れないつながりがあるんだよ。これからもカッパになってカパゾンビの尻子玉を抜いてもらいたいのですけど。欲望を絞り取れ。欲望を作詞ガウボー。さあサラ三昧でさらっとつながりましょうけど。どうやら邪魔者がいるようだ。人間っていうのは愚かだね。つまりあなたたちは生きていて死んでいるのですけど。お前らには譲らない。他には何も望まない。あの子とつながれなくなるのは絶対嫌だ。サラサラ三昧。東暦481年に始まった統一戦争はイースタルド全体に戦乱の嵐を巻き起こした。この長く激しい戦いで人が手にした最大の武器は妖精兵。9年前戦争は終結した。さまざまな矛盾、軋轢、対立を残しながらも
後のように対戦とも呼ばれた統一戦争はとりあえずケリがついた。俺たち妖精兵は行き場を失った。私は災いの子と呼ばれた。関わる人はみんな不幸になる。違法妖精の取締り機関。お前は妖精を使える。存在自体が違法だ。私を捕まえるんですか？もう一つ方法がなくもない。この仕事を続けてればきっとまた会うことになる。敵としてですか？妖精原体が直接人間に取り付く、ありえんはずだ。戦争はもうとっくに終わったのに。まだ終わってないってことだろ。一人降りてきました。赤い。もう一人は妖精兵です。俺たちドロテアにとってあの女は対象者だ。取り締まりの距離620。キャンキャン泣くのは相変わらずか。忘れられるわけないよ、出る。これは無秩序な戦後に抗う妖精兵たちの物語、フェアリーゴール。賢者の孫、2019年春放送予定。どうかしましたか？聞きたいことがある。鬼になった人を元に戻すにはどうしたらいいんだ？教えてくれ、禰豆子。人間に戻す方法は。妹が人を食ったときやることは二つ。妹を殺す。お前は腹を切って死ぬ。鬼になった妹を連れていくというのはそういうことだ。わしの言っていることがわかるか？この匂い、どうして突然こんなところで。今宵も最終選別にお集まりくださってありがとうございます。どうしたって消せない夢も止まれない。努力はどれだけしても足りないんだよ。くじけそう、負けそう。頑張れ俺、頑張れ。死ぬほど鍛える。結局それ以外にできることないと思うよ。俺が禰豆子を守るから。アツシ君、町で異能者殺しが大活躍して一番困る組織はどこだと思う？異能特務か？逆だ、ポートマフィアだよ。常に先手が勝つ、森さんの口癖だ。必ず動くさ。奴は直次の殺しをする。そこを狙おう。さて我々も負けてはいられない。始めようか。では強めに噛みついてやりなさい。それでも戦うのは正しいことをなすべきだから。我々は互いに望んでいる。ここで決着をつけようと。僕たち帰ってきたんだ。塞ぐべき門は二つ、内門と外門。これによって志願しなくを独立させ、中に残った巨人を殲滅する。我々の動きを知れば敵はエレンを狙ってくるだろうが。いる、近くにベルトルトとライナーが。俺にはできる。いや、俺たちならできる。ライナーやベルトルトら全ての敵を殺し切るまで。ライナー！ウォールマリア奪還作戦は完了しない。
なぜなら俺たちは生まれた時からみんな特別で自由だからだ。人類と巨人ども、どちらが生き残り、どちらが死ぬか。この男は何かある。絶対に何かあるはずだ。強さの秘密が。先生は誰とも組まない。だが強者を引き寄せる。なぜなら強いから。俺は牙狼。怪人に憧れて修行し、数々の武術道場を潰してきた男だ。こいつは本当に人間なのか。俺はカツアゲとヒーロー狩りは見逃さねえって決めてんだ。今じゃあいつがどれくらい強くなっとるか想像つかん。どうせならもっと強いやつと遊びたかった。よし、行くか。